意外とフィーリングいいのにタイム出ないな。近すぎても今度ダウンホースがなくなることもあるし、なぜそうなってるんやろ、どういう効果を狙ってるんやろ。ものすごい吸い付いたりするし、縦渦の高さどこが一番ベストかなと。その大きさ、 身内のものではあるんだけれども、これかっこいいよね。皆さんこんにちは、 STI 広報宣伝の篠田です。 STI レース学園、前回はエンジン伝送編でした。今回は皆さんにとって非常に興味深いコンテンツになるんじゃないかなと思うんですけれども、エアロ空力編です。空気の流れ、それをどのように捉えてマシンのパフォーマンスに落とし込んでいくのか、それでは皆さん一緒に行ってみましょう。空力っていうと、走行風をどうやって受けるかとか、よく聞くのはダウンフォース。要は、車を下に押し付ける力。比較的、直線はなくてもそんなに良くて、コーナリングでしっかりある。っていうのが、やれれば一番理想的かなとは思うけど。やっぱストレートは、ないならないだけ多分抵抗にならないんで、ストレートスピードは伸びるんですけど、もちろんコーナーに行けばそのダウンフォースっていう押し付ける力欲しい、でどっち取るのっていう話で、あれあっただけやっぱコーナーリングのフィーリングってやっぱグリップもそれだけ上がるんでいいんですけど、ただそれだけが良くてもストレートスピードが例えば何キロも遅くなるんだったら、意外とフィーリングいいのにタイム出ないなってことも逆にあるし、逆に寝かしすぎてストレートスピードめちゃくちゃ速くてもコーナーリングが遅くてタイム出ないなっていう時もあるんで、そこのバランスを取るのが多分すごく難しいの。寝かせすぎてっていうのは、例えばこれで言うとこのウィング、違う、前だとしたら、そっちを上げた方が、あ、そうかそうか、そう、水平になるので。なるほどなるほど。角度の調整とかって、あの練習走行中にちょっと変えたりとかしてると思うんですけど、あれってなんかどれぐらいのピッチで、 0.5 度ピッチでは変えれます、ね、0.5 度。おー、リアウィングの 0.5 で、まあ多少変わるってか変わるじゃないですか、でもステッカー貼ってる高さあるじゃないですか、変わるの。あ、でもウイングの 0.5 だと ここの端で言えば3ミリ4ミリ高さ変わるから。あ、全然違う。そんな変わるの。ステッカー長いんで3ミリのステッカー貼ったら変わる、ね、それはこれぐらいのステッカーじゃ変わらない、ね、でもそういう意味じゃ今年ってウイングの下、貼るのやめたんだけど、あの大事なところだから。上面よりも裏面の方が大事。上面は空気が来て圧力上がって、だから、剥離とかしにくいんだけど、凸になってるところって、そこに沿って上がっていかなきゃいけないところとかって、剥離がすごいしやすい。そうすると、そこにデコボコしたりとか、なんか、変な音つけたりすると、かえって音つけた方がいい時もあるんだけど、あの、邪魔するっていうのがあって、だってそのためのスワンウィングとかもそうだよね。仮面のその流れを邪魔しないために上からつって。そっか、確かに。いや、なんでこの形、これにしたのかなって、みんなやってるからかなとも思ったんだけど、そうではないのね。でもみんながやってる理由があるんですよ、ね。あ、理由が確かにね。トレンドはありますよ。スワンがね、後ろ支えだったりとかもあります、ね。ああ、確かに。前側にプレートがあるの邪魔だから。アウディとかそうでしたっけ？そっちから来てるってこと。そうそう。その方がまあ、リニアかなって。どうなってるどうなってる、こう。今。後ろはこうやってね、調整できるんでしょうけども、前ってどうやって調整してるんですか？車組み上げるときに、このチンスポイラーが地面から何ミリぐらいになるかっていう高さの調整を、走行中だと車高によって高さを変えて決めるっていうか。あとこのカナードのパーツ次第ですかね。まあ、富士とかだとフリックボックスって言って箱型にして、直線上の空力は良くするけど、コーナーリングは
減らさないようにセクターにドラッグをなくしながら空気はそのまま。ドラッグとは空気抵抗のこと。エアロパーツはこのドラッグやダウンホースをコントロールすることが目的。やっぱこフロントのスポイラーはかなり効果あると思うんですよね、ノーマルの車にパッてリップスポイラーだけ普通にチューニングショップとか売ってるようなものつけるだけでも、まあ、全然フロントの操舵感も変わるし、あのさ、ニュルシャでもそうだけど今 WRX STI さんがパーツでこう、ピンクのやつとか、まあ、黒でもありますけど、下にリップ下のやつあるじゃないですか、あれとかニュルシャでパッてつけただけで全然変わりますもん、全然変わるもんね、はい、ものすごい吸い付いたりしますもんね、あなんか分かんないですけどこのちっちゃいこういうなんかいろいろ貼るパーツあるじゃないですか、パーツというかボルテックスジェネレーターみたいなやつ、そう、ああいうやつもパッパッて貼るだけでも全然直進安定性変わるし、やっぱ風の流れってすげえ効くんだなって思いますよね。このチンスポイラーってそもそもどんな役割を持った？床下で出すダウンホースの一番前の部分でチンスポイラーの床面と地面の高さによってを一回絞ることによって流速を速くしてあげて圧力を下げてダウンホースを生む。近すぎても今度ダウンホースがなくなることもあるし、調整が肝になる。それどうやって見てるんですか？あの車高センサーうちのついてるからそこからまあ計算してどれぐらいなんだろうみたいな。今年の冬のテスト一回低く下げすぎたらフロントが抜けるって結構前あって、ね、それこそこのスポイラーのちょっと形とかね、いろいろ試した時期があって、なんか長いやつもあったしね、あったよね。 そうそうそう、それでなんかタイプ的にその距離が少なすぎて急にこうピーキーな動きしたりとか抜けたりとか、急に吸い付いちゃう、吸い付いなんかあったもんね。上を流れた空気で押し付けるのかなって思ってたんだけど、ではなくて、まあ、下側なんですね。だから下側の形状がまあ重要で、なるほど。で比較的サイド側とかで面白いのは、今カナードとかいろいろちょこちょこやって、うちって比較的でっかいカナードボンボンってつけないじゃん、あれはドラッグを減らしたいがためなんだけど、それだけじゃなくてこのうまく流れを作ってやることでホイールハウスからの空気の抜き出しとかを増やしたりとか、それここですよね、ここの横のね、そうで意外とここの前のカナードで作った渦とかでこう吸い出していくんだよね、そう、カナードを通過するとなんかこういうサイクロンみたいな渦が出てくるの？その辺ができるようにって意外とみんな最近作ってる。チンスポイラーの上がカナードで、カナードってでもホイールハウスの中の空気を排出してホイールハウス内の圧力を下げてそこでダウンホースを生むっていうのがもともと押さえつけるあれじゃないんですね。じゃないの、流れ的な空気の流れを変える、あそこで調整するっていう方が大きい。でもあそこからそのタイヤハウス内に入りますか？いや入るんじゃなくて外を通すことによってタイヤハウスの中の空気を、そう、排出、早い空気で、早い空気で引き出す。ウィンドウのここをちょっと開ける状態です。そこに入る中を抜くと、まあ、いわゆるそういう効果。押さえつける方側の、そっちもかなり影響あると思ってた。って思ってたよね。まあ、それなりにあると思うけどね、あの、2枚使ってるのと1枚使ってるので結構変わるっていうのはやっぱ、押さえつける力のほうがあるとはなるけど。ディフューザーはあるなしやっぱ全然違いますよね。なかったら走れないんじゃないですか。あそこまで、だって片方外れただけでなんかあんなひらひらになるんだから、ね、そう去年のスゴでねぶつけられてる。うちらよくなんかあれ結構ちょっとこう伸びてるので、みんなそれに当たっちゃう時があるんですよね、であれ片側なくなっただけでも結構後ろ薄く感じるんですよ。そのリア周りだと最近ここのタイヤの後ろの作り方がみんな結構変わったよね。昔はここ板伸ばしてその後スパッて切るような形で抵抗が少ないって言ってたけど、流行じゃないけど結構ある人がいいところを見つけるとみんなそっちの方に流れるみたいなのがあって、それってあれですか、なんかどっかの別のカテゴリー何かを見てそれを見てこれをちょっと真似してみようっていう、F1 見て同じレギュレーションなんだけどこんな形にするんや、でも F1 って形が違いすぎるじゃないですか、もうなんか次元が違うから、あれを真似ようと思ってもなんか同じ役割のするものを、じゃあなんかできないとかっていうのがやっぱりそのきっかけにはなると思う。 F1 とかそれの効果を知ることによってっていう、だから F1 も形が違うけどだから
最近の F1 はこうなってるって、なぜそうなってるんやろ、どういう効果を狙ってるんやろうを利用して、なんか、アイテムが生まれるっていうのはなくはない。なんかいつもやっぱ BRZ の特徴、特性で、前に車がいるとやっぱその空気抵抗がなくなって、すごい僕ら抜けるっていう発言をするんですけど、それって下側の空気を、なんかこううまくやれば、もっとこう、吸い付くような機械を作ってしまえば。昔、F1 とかでもファンカーってあってね、ケツにでっかいファンつけて、床下の空気吸い出して。それをコーナリング中だけ稼働させてビシーって走ると。すげえ、それ。まあ一応 F1 でも、それデビューして、確か一戦だけでしたね。二戦で終わりましたね。ね、はい。あっという間にレギュレーションで禁止されたってことはやっぱよっぽど早かったんだよね。効果あるってことだよね。効果ある。フードを入れた時に一番重点的に置いてるポイントとか、うん、なんかこれをこういうのが出ると実写でもめちゃくちゃいいとかってなんかあったりするんですか？ベースに対する変化量を見てるかな。測り出した計測したのをベースとすると、うんうん、それにパーツをつけていったらフロントがどう変化した、リアがどう変化したって、その変化量の度合いでその実装でも使えるんじゃないかとか。あ、なるほど。やはり風洞になるとやっぱ条件が違うので、うん、実装とはやっぱり違うから、そこは実験で 10% 変わってても実装だったらこれはこのぐらいしか変わらないとか、そういう感度をどん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 やっぱ何回もやって実装に活かせれるかなというものが。空力テストって10個ぐらい持ってきても本当一発ぐらいだもんね、当たると1個2個、1個2個しかもね、体感できるのもなんか ね、本当にもちろん感度はあるんですけど、他のセッティングとかに比べると、うん、なかなかその成果っていうのが出ない傾向が多いよね、うんうん、でも当たった時の変化の幅は大きいからね、大きいかもしれないね、うんうん、だやっぱ前とかこうパーツ変えても、うん、前は確かに増えたって感じるけど、うんうん、そっから風の流れって見えないじゃないですか、人って、うんうんうん、で後ろに当たる風の量が前は増えてんだけど全然流れが変わっちゃって、うん、全然リアに当たんなくて、うん、とか、うんうん、バランスを取んなきゃいけないので、うんうん、後ろにもちゃんと当てなきゃいけない、うん、その流れを前が決めるわけなんで、うん、その辺が見えてる人っているのかなって、うん、今若い人が入ってきて、うん、いろいろ考えながら、どっちかっていうと今までのしがらみがあんまりないから、うん、よりこうその現象をしっかり捉えてやるみたいなのを一生懸命やってるから、うんうん、その空力、空洞を入れて空力見てるその風のこう流れがあるじゃないですか、あれを見てうわこれ来た、この流れめっちゃいいかもしれないって思って持ってきてるのか、うん、なんかどういう、だってエンジニア井上さんとかもそのデータでこれがこうだから多分ここじゃないかなみたいな持ち込んでバンプラバーとかも正解だったりするじゃないですか、うんうん、やっぱり数字はちゃんと増えたからまあ増やせれるだろうと思って当然持ってきてる、うん、でもすごい増えた瞬間あるけど、うん、その変化量が大きくて、うん、あこのままじゃないもうちょっと改良しなきゃっていう、うん、やっぱそこを何回も何回もやっていかなきゃっていう。 CFD で見るとそれこそさっき言ってたようなフロントの金戸から縦渦作るっていうけど、その縦渦の高さどこが一番ベストかなとか、その大きさとか、でそれはここから流れてくるこの、うん、位置ってこと？そうそうそう、高さとこの渦の大きさでどうなるかっていうのを見て、これがベストだと思うって持ってきたら、その敏感すぎてある条件だとすごい良かったんだけど、その条件が崩れると変化しちゃう、崩れちゃうとか、それが分かったから、うん、じゃあ違う計算もいろいろやってトータルいいものを作ろうみたいな今やつで、意外とね流れはよく見えてる、で何をやりたいかも分かってるから、もともとのほら車両の持つメカニカルグリップってあるじゃないですか、うん、それの素性に合わせてエアロを決めていくのか、エアロが先なのか、なんかちょっとよく分かんなくて、まあ、基本エアロは効かせるには地面に対してやっぱ水平に車がなってる状態が一番ダウンフォースが出るんですね。ロールして片方が上がって片方は地面に近づくとやっぱりダウンフォースが抜けるんで、なるべく車としては水平に保ちたいけど、まあそしたらロールさせない方向じゃないですか。でもそうすると基本メカニカルグリップがなくなるんで、例えば井上さんゼロから車作ろうぜ、全く新しいボディでって言ったらどっちから入っていきます？あ、メカニカルからじゃないですか。まずはメカニカルをかけて、それの足んないところをエアロで足してやる。そのエアロはかっこよさも入ってるのかな？
やっぱこう帰るんじゃない？やっぱ速い車ってなんかかっこよくない？かっこよくない？かっこいい、かっこいい、嬉しいですよね。かっこいいです。いやでもね、本当身内のものではあるんだけれども、これかっこいいよね。かっこいいなって思うのよ。あ、ちなみにこれってまあお気づきだと思うんですけど、ペーパークラフト使わせていただきました。組み立ててあるんですけれども、これね、スバルオンラインミュージアムっていうところでダウンロードできるようになってますんで。ここまで。ここまで。そう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 。ここまで。塗り絵もあるんですよ。最初お子様向けだったはずなのが、そのうち EJ20 のエンジンとかで、すっごい細かいの。設定図書いてんじゃねえんだから。そう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 。ちなみに STI さんとかが本気出したら、このパッケージのエアロのまま、さすがにこの辺は無理ですよ。うん。むき出し。コンプリートか。そう、コンプリートかみたいな出したりするんですか？さすがに。はさすがに難しいかな。やる気になればできないことはないんだろう、ね。できないことはない、うん。そういう衝撃的な車を見たいよね。ね。うん、見たいね。見たいですよね。見たい。22B とか、うん、やっぱそういった、うん、やっぱ価値のあるものがこう残っていくわけじゃないですか。うん、あ、なるほどね。BRZ も 22B 作りたいね、うん、伝説に残る。あったらすげえと思いますけどね。チャンスピオンカー的な感じだね。うん、ね。がエスティアさん。じゃあ次回はどんな車作るかみんなで座談会やるか。いいっすね。それ。はい、今回のレース学園空力エアロ編でした。いかがでしたでしょうか。空気の流れをつかむ。それをどれだけ高いパフォーマンスに持っていくのか、すごく難しいことが分かったんじゃないかなと思います。次回のレース学園はいよいよ最終のまとめになります。シーズンを通してどのように戦ってきたのか、将来に向けてどんな夢が持てるのか、そういったところを掘り下げていきたいと思います。それではまた次回のレース学園でお会いしましょう。それでは。